中国空軍の戦闘機配備計画が変更されてきています。今回は、中国が開発した自衛20を日本や韓国へ向け配備しています。詳しく見ていきます。日本へ向けてと言われていますが、韓国への威嚇行為ですね。スパイが仕事しないからでしょう。2021年7月は、中国共産党にとって、創設から100周年を迎えた記念すべき時節となったが、新型コロナウイルスや香港問題等で世界から注視されている国は、派手な行事を行うことは控えた模様である。しかし、ここに合わせて新たな軍事力の展開を実施しており、その一つが中国初の国産ステルス戦闘機である ZA-20 の配備を日本や韓国側に向けた地域へと拡大したことが挙げられる。ZA-20 は第5世代戦闘機に分類され、アメリカの F-22、ラプターや F-35ライトニング2に続き、世界で3番目とな2017年に実戦配備が開始されていた機体であり、その動向が注目されてきた。世界で3番目に実戦配備された第5世代戦闘機と ZA-20 が呼ばれる理由は、ロシアのスホイ57が1年前の2010年に初飛行を行い、その座につくかと思われたが、同機の実戦配備は2020年まで遅れたためだ。このため、ZA-20 は実戦配備された第5世代戦闘機としては、アメリカの F-22 ラプター、F-35 ライトニング2に続く3番目、国家としては、アメリカに次ぐ2番目の実用化を果たしたと解釈されている。ただし、これまで ZA-20 の配備は、訓練等の部隊を別にした場合、実戦部隊としては、台湾に向けた東部戦区のみの限定的な展開に止まっており、今回の日本、韓国に向けた北部戦区への投入の衝撃は大きい。中国の人民解放軍は、2016年に、軍の配置を、現行の5戦区に再編成しており、これは、中部、東部、西部、南部、北部の分けられており、今回の焦点である、北部が、日本や韓国に向けられたものだ。この意味を、一部では、日本、韓国、そしてそこに駐留する在日、在韓のアメリカ軍に対する、中国軍の牽制の姿勢の強化だと、解釈する分析も多く、虎の子の ZA-20 配備の意味する点が、議論を呼んでいる。ZA-20 は、乗員1名、全長 20.3 メートル、全幅 13.88 メートル、全高 3.94 メートル、最大離陸重量 36,300kg で双発エンジン搭載、最大速度マッハ 2.2、最大航続距離 2,970km と推定されている。ちなみに、F-35 ライトニング 2A 型は、乗員1名、全長 15.67 メートル、全幅 10.67 メートル、全高 4.39 メートル、最大離陸重量 31,751kg で単発、エンジン搭載、最大速度マッハ 1.6、最大航続距離 2200km だ。ZA-20 の機体は、F-35 ライトニング 2A 型と比べて、格段に大型であることが見て取れ、双発エンジンを搭載している点や、数値上の最大速度が上回っていることが、一見すると感じられるスペックである。ただ ZA-20 は、デザイン上の特徴でもある、小型のカナード翼が、操縦席後方部分に取り付けられており、第5世代戦闘機とはいうものの、ステルス性能の面からは、これがネックとも言われている。また、ZA-20 は、ロシア製の AL-31 エンジンや、それより強化された国産の WS-10 エンジンを搭載しているが、さらに強力な WS-15 エンジンの開発を進めており、これが完成すれば、F-22 ラプター並みの推力を獲得するとも言われている。これまで ZA-20 の生産は、こうしたエンジン開発との兼ね合いもあって、比較的緩やかな数で推移しており、2019年末で約50機程度と見られていたが、その後2年で約150機まで急増しているとも目されている。
一説には、中国は、2026年前後に8A、20の配備数を300機まで拡張するとの見方も出ており、日本が、105機の調達を計画している F-35 ライトニング2A 型の数を大幅に上回る事態が危惧され始めている。アメリカを除けば F-35 ライトニング2A 型のアジア太平洋での数は、現状韓国が60機、オーストラリアが72機を配備予定としているが、これらと日本とを合わせても、中国の300機の自衛、20には及ばない。こうした自衛、20の配備数からだけ見ても、中国空軍の日本に与える航空戦力の優勢は脅威と言えそうだが、さらに、既存のいわゆる第 4.5 世代戦闘機と目されている自、A10C 戦闘機にも改良型が投入されている。これは、国産の WS-10B と呼ばれる単発、エンジンを搭載した機体であり、同様に、単発である、アメリカの F-16C-D 戦闘機に採用されている GE 社の F-110 エンジンに匹敵する、動力性能を発揮すると見られている。WS-10B エンジンのウィークポイントは、GE 製の F-110 エンジンと比べて、耐久性が低いことが指摘されているが、これを、中国が、得意の物量で賄う可能性もあり、決して楽観視すべきではないだろう。自衛重視戦闘機は、ASA 方式レーダーを搭載し、機体にも、複合素材の使用を増加させ、かつステルス塗装を施すことで、レーダー反射断面積の抑制を実現させており、全モデルからの能力向上を果たしている。中でも、自衛重視戦闘機は、ASA 方式レーダーを搭載したことで、アメリカ製の AIM-129、対空ミサイルよりも長射程と言われている、国産の PL-15 対空ミサイルを運用可能としていることが、最も懸念される点だろう。少し古い情報だが、中国空軍派自衛重視戦闘機を、2019年時点で、すでに150機配備しており、最新鋭機である GA-20 との並行運用による、ハイアンドロー戦略を施行しているものと考えられる。中国軍の戦力増強といえば、遼寧や山東、さらにそれに続く003型など、海軍の大型の航空母艦が、どうしても大々的に報じられているが、これらの現行の艦載機の J-1 後は、兵装量はかなり限定的だ。それに比べると、中国空軍の GA-20 や GA-10C などの戦闘機の方が、日本に与える実際の脅威は非常に高いと思われ、特に PL-15、対空ミサイルに対抗できる長射程の対空ミサイルの配備が急務だと思える。現状では、レーダーに把握されにくいステルス戦闘機の優位性が優先されている感もあるが、長射程の対空ミサイルを運用できれば、それを考慮せずとも、日本の防衛力の維持、向上に寄与するだろう。すでに、中国軍に対して、航空機、戦闘機の数量的に不利な立場にある日本においては、敵をはるかに凌駕する長射程の対空ミサイルや、空対艦ミサイルを装備するしか、喫緊の対抗策はないと思える。幸いか不幸か、近年は、兵器技術の高度化に比例して、実際の武力衝突が発生する可能性は、著しく低下しているため、こうした兵器の有用性についても、実戦を経ての判断が下しづらい域に突入している。そうした意味において、日本はもちろん、中国でさえも、実戦経験は、ほとんど皆無であり、それに比べれば経験豊富と言われているアメリカであっても、近代的な組織としての軍隊との戦闘経験は、薄れている。次には、人的損失を大幅に回避できる、遠隔操作型や自律飛行型の無人航空機の戦力化という分野が焦点となりそうだが、これが普及するまでい、まじばらくの間は、有人戦闘機の能力向上が繰り返されるのだろう。